メディアコネクトプレゼンツワールドカップ直前企画ということでございまして、前編に引き続き後編の方をお送りしていきたいと思います。はい、前編に引き続きゲストは岡野正義さんです。岡野さん、よろしくお願いします。ちょっとハイボールも回ってね、滑舌が良くなってきたからね。なってきました。いや、もう前編はもう感動させられたからそう、うまいよね、喋り方。面白くて止まらなかったんですよ。止まらないよ、だって止まれないんだもん。止まれない。そうそうそう。で、後編はですね、あの岡野さんといえばやはりスピード、まあ、野人というね、名運もありますけれども、うん、スピードから紐解くワールドカップ編ということで、うん、まあ、スピードにはまつわることをちょっと質問的なものを多くさせていただいて、はい、ちょっとこちょっとまずベタな質問させてください。はい、岡野さんってその小さい時、幼少期の頃から足って速かったんですか？僕はやっぱ小学校早くて、で中学が成長期も遅くて、でもうみんな抜かれちゃってスピードとかも、で高校もそういうサッカー部がないとこ行ったじゃないですか。はい、で僕はどっちかっていうと、あのどっちかもうゲームメイクをしてたんですよ。はい、みんな素人だから。あ、サッカーのね、うん、どっちかというとああいうプロになったプレースタイルじゃなくて、どっちかというとこうこちょこちょこちょってスルーパス出したりとかやるタイプだったから、10番タイプみたいな。そうそうそう。でまあサッカーのね、その練習で走るっていうか、その秒を測ることもないし、ああそうですね、まあ速いかなとは思ってたけど、そんなに別にね、そんな分かんないなんだ。で大学入った時に体育学科だったから 100m を測るっていう授業があって、それ出た時にバスケットシューズで行って、はい、みんな陸上のスパイク入ってたんだけど、でその時に走ったら10秒7が出て、バスケットシューズでしょ、アホですか？アホですバスケットシューズ、バスケットシューズで来るやつアホでしょそう、俺だけ 100m 走るっつってんみんな陸上見てるよ。でもう行けば単位が取れるっつったから行ったのよ。あ、だから秒が関係なく、秒関係なくもう走ればいいと思って、そうしたらその10秒なら出したってこと。そしたら陸上部の人がなんか、サッカー部速そうだから一緒に走ってくんないって言われて、うん、で走ったら勝っちゃったの。バスケットシューズね。そしたらその時10秒7だよとかびっくりしてて、測ってる人が、うん、10秒7出てるバスケットシューズだよ。いや、それはどうでしょう。たまたまその時になんか後でラジオで言ってくれてたけど、武井壮さんがたまたま違う大学だけどグラウンドを借りてそこにいたの。そもそも俺がやったの。それが後の野心になりましたってなんかラジオでこれ言ってた。言ってた。うわ、すごい。じゃあもうちゃんと、もちろん嘘じゃないですけど、証人もいて。証人いるやん。それで足が速いの知って。あ、そこで、はい、で、ね、そのアルゼンチンですよ、それこそ、はい、マラドーナ大好きだから、はい、マラドーナずっとね、見てるわけですよ、ワールドカップ。はい、あれ高校の時だったかな、イタリア大会をやってるの、寮で見てた、みんなで。で、カメルーン初戦 であんまりうまくいってなくて、アルゼンチンが。後半からそのカニーヒャが出てくる。俺も名前しか知らんから。金髪で。ね、超髪。そうですね、はいはい。で、ちょっぱやなのよ。ちょっぱや。パーンって蹴ってビューッて走ってさ、でこうカメルーンの人が来たらチャーンつついてブワーンって飛び越えてさ、またグワーッて、僕は超すげえって見てたわけ。そしたらタイム見たら10秒7だっていうのよ。はい、ああ、そういうこと。カニヒャが持ってる、そう、はいはいはい、好きになっちゃったから見るじゃない、見るね、プロフィール、プロフィールね。いや、10秒7って書いてあって、うわーってすげえなーって思って、そしたら大学で測ったら10秒7じゃん。うん、そうや、俺やん。できるじゃんと思ったの俺も。あ、サッカー選手としてやれるじゃんってこと、うん、できるっていうか真似できるじゃんと思った、そのサッカ ー, あーあのプレーをプレースタイルか、スピードがあるから、ね、それでビデオをずっと見て、でグラウンド出てって、一応サッカー選手だったよね、その時に。サッカー選手だった、そうですね、もともとね。それでペナルティーで、ここから始めましたじゃないよ。そうそうそう、で真似してやるようになったの。誰が野人ってつけたんですか、それは知らないですか。あ、知ってる。やっぱそれはね、今あのレッツの評価部長、土田さんでゴールキーパーが、あの僕本当にだから無名で入ってるんですよ。あ、そうね、そうですよね。昔はさ、今はみんなあれだけどさ、昔は厳しかったわけ、やっぱりあのプロの世界上下関係とか、はいはいはい、誰も知らないから声かけれない、はい、あ、話せないですよね。水内は同級生、水内ぐらいかな、喋ってたの。で初めてそのオーストラリアかなんかキャンプするっつって、レッツか、はい、レッツが、うんうん、で成田集合ってなったから、で僕もほら大学からもう
でお金なくてあれだけのプロとか支度金とかもらえるから、はい、よしちょっといい洋服買わないとと思って、はい、ね、プロが出してでもお金持ってで持って渋谷行ってで、まあ、オーストラリア暑いじゃない、はいはいはい、よしじゃあこれがサンダルだなまずと、はい、サンダルまずサンダルそこがちょっと思っちゃった短パン、短パン、オーストラリアタンクトップと T シャツかな遊び行くのかなでリュックサックリュックサックね、大きめなそれをよっしゃこれで俺も J リーガーちょっとブランドの前だしと思って空港行こうけど、はいはい、全員スーツ全員スーツ短パンにサンダルスーツで来いとも言われてないでしょ、だって自由でしょ、もう分かんないわけじゃん、聞けないし、あ、そうか、みんなどんな格好で行くんですかも聞けないし、でしかもチームスーツもないしね、うん、無名すぎてさ、こいつ誰だみたいな目でずっと見られてたからいやだついてくるなみたいぐらいに、はい、それで空港着いたら、はい、あれいるじゃん、一緒にマスコミも一緒にくっついてるじゃん、はい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 、その時朝日新聞かなんかいたのかな、はいはい、そしたらその土田さんがおめえふざけてんのか遊びじゃねえんだよっておめえ野心じゃねえんだからよって言ったのそしたら多分この朝日新聞がちょっとこんなちっちゃい記事だったけど、浦和レッズに野人が入団したみたいな、面白おかしく出なくて、であの時さ、レッズ弱いかったじゃないですか、すごいずっと負けててお荷物中だって、あの時もね7連敗ぐらいしてたんだよ、レッズ開幕から、はい、で俺がでその前の試合点取ったから、うんうん、次お前レギュラーで行くって言われてさ、で初めて俺出るわけよ、うんうんうん、そしたら俺が入れて勝った、うん、初めて出てた、うん、そのシーズン、うん、そしたら次の日の新聞とかニュース、はい、野人レッズ救うってなった、あ、そうなんですか、だからよくなんで覚えてたんだろうぐらいで、野人ってなってカッコーカーなんですよ、はい、あ、まあまあ野人の方が先か、レッズ救うってもう勝手にだから野人になっちゃって、そっからだからもう野人になったらもう野人になるしかないじゃない、まあそうですね、だからもうこんなになっちゃったいやいや素敵ですよ、いやいやいや、でも本当に良かったですよ、野人のニックネームつけてくれて、今考えれば、ね、うん、確かに考えればね、でもね、うん、本当に野人はだから一人歩きしちゃってさ、うん、だから僕なんかそのご飯行くじゃないですか、うん、そのレッツ時代、うんうん、で食べたらさ、岡野じゃんもちろん、うん、いやそりゃそうでしょ、でしょ、うん、岡野くんってさ、浦和レッズのさ、野人に似てるって言われる人っていつも言われる、なんかみんなテレビで見てると、テレビで見てるとめっちゃ俺でかく見えるんだって、なんかその髪の毛長いし、だから180いくつあって、はい、なんかこんなでっかい体してんだと思ってイメージがあるみたいで、はい、で野人だし、野人だから、だから全然俺こうやってさ、岡野君って似てるって言われる人は必ず言われる、はい、そうなんですか、よく言われるんですよねって言うんですか、野人っぽくないんだいやまあスマートですよ、やっぱり、ね、速いし、まあ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 、サッカーのねスピードのね、まあ、イメージだね、皆さんのイメージが多分野人だからきっとこんな感じなんだっていう勝手な想像、野人と野獣とさ一緒になっちゃうんだよね、そうかそうか、本当そうですね、うん、あ、だからね、ほんと街でもねって、まあ、言いやすいのか、いろいろ声もかけてくれて、たまにね、あの人ですよね、はいはい、野蛮人さんですよね、すいませんって、それだけはね、一回注意しました、あのね、合ってるけど間違ってないです、そう間違ってないんだけど、野蛮人、野人です、間違ってない、皆さん、間違ってないんですけど、野蛮人ではないです、野蛮人ではやめてください、まあでも本当にね、でもありがたかったですよ今考えたらね、レッツでさ、レッツにさ、ユニフォームとかさ売れるとさ、選手に何パーか入るんだよ、あ、はい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 、グッズのね、ほら、俺もだからさ、背中さ、余人にしてほしいなってなった、お名前がね、いいんじゃないっつって、売れる面白いんだ、でカズさんのカズとか入ってたから、だから俺も野人にしてくださいよっつって申請するじゃない、 J リーグに、はい、じゃあさ、 J リーグはさ、 J リーグって俺のことずっと野人で売ってるわけじゃないですか、そうね、そうだね、でもさ、答えがさ、あの野人は差別用語だからダメだ、あんたたちどんだけ使ってんの、そういう時だけダメなんだ、俺がいいっつってんだから俺がいいっつってんのなんでダメなの、まあまあ、そうだ確かにね、あれおかしいんだよ、あれいうの、まあ、そっちの方が差別でしょみたいな、確かに本当ですよね、他の時は野人なんか使うのに、そう、ね、ネタとかで使うのに自分の時ダメっていう、散々ね、あれ不思議なんですよ、新聞メディア出てきたのに、そう、今までに逆にそう岡野さんがこれ早いなって思った人誰なんですか、でもね、速さっていろんな速さがあるから結構難しいですよね、比べるのがね、はい、やっぱり、はいはいはい、岡野さんはどういう速さなんですか、自分的には、僕は多分その犬みたいな感じでボールがあったら追いかけるみたいな感じなんで、エメルソンさんはエメをもう本当にこう止まってる状態からあいつは3歩が早い、初速だよ、ピュッて一瞬が、レッツ結構速い選手多かったんですよ、
長井も早かったし、達也も早かったですし、中田達也さん、はい、昔だと大柴健二っていうのも早かったし、だからみんな速さが違うから、うん、ちょっと比べるのもすごい難しいと思う、ね、そうか、そう、速いっつってもね、うん、でも試合してってなんか徐々にその対戦相手、だから自分の得意な形というかそういうのでは負けたことはないですね。わあ、そういうことですね、うん、だから僕ね、アヤックスの時にそのさっきあのもうこの間も言ってましたけど、はいはい、ババンギダがいたんですよ、はいはい、ナイジェリアのババンギダいた、一番速いって言われてる、うん、はい、で練習でたまたま僕はあのサイドが一緒になっちゃって、うん、敵で、うん、勝ちましたからね。ババンギーダびっくりしましたよ。ババンギーダがこんなやついいんだって、ババンギーダ初めて負けたんじゃないですか。ババンギーダの得意にビャーンとスペースに出てガーっていったら僕追いかけていったんですよ、ね、でビャーって取っちゃったんですよ、ババンギーダ。いや、これこそ記事だろう。いやいや、本当ですよ。です、俺らの時代でババンギだったらすごかったんだよ。すごい選手ですよ、ババンギ。そうですよ。で、僕ウィニングイレブンよくやるから、うんうん、じゃあババンギの設定が98とかだった、はい、俺見たらさ、96とかだったら、あ、じゃあちょっと違う、あれを変えてもらわないいやね、本当ですよね。まあ、じゃあ今回ね、その日本代表がスピードの選手いるじゃん、うん、伊藤純也、うん、浅野、前田、うん、あとは三笘ぐらい、うん、じゃあこの4人で言うと、うん、やっぱタイプ違います。 どんな感じ、ね、やっぱり俺が似てる一番近いのは伊藤純也じゃない、サイドサイドのああいう感じの、まあ、でも出た方が、うん、出てる方が早いっていう、うん、はいはい、あとはさ、なんか結構こう一瞬の速さとか、あ、まあ、まあ足も速いけど、前田とか、まあ、前田とかはどっちかって初速やですよね。そうだね、あ、初速ですか、うん、俺は初速だなと思う、うん、あ、そうなんですか、うん、でも今回やっぱり日本代表の、うん、早いのできるから、はい、どれだけなんか通用するのか見てみたい、あ、見てみたいっていう、そういう楽しみ、スピードで、だから本気のね、世界の本気のディフェンダーに、だからなんか結構久々に出てきたじゃないですか、日本代表であんなスピードある、はい、確かに今までって結構どっちかっていうとつないでこう、うん、いってっていうポゼッションサッカー、スペインみたいなサッカーを目指してたけど、結構あんなシンプルに一発でこう裏取れるような選手って久々に出てきたから、はい、なんか、はい、それが通用してくれるとまたそういう選手がいっぱいこう目指す選手がね、うんうん、出てくるのかなと、うん、あれがまた通用しないと、うん、またサッカー変える可能性がある、そうだね、そうだね、違ったやつ、うん、確かにそうです、ね、だってドリブラー増えたもんね、そうそうそう、やっぱりここでドリブラーが俺たちのところで増えて、うん、パサーが多かったですよね、うん、パサー、あ、はい、そういうことか、そう、年代的には年代でね、うん、でドリブルするやつがいないとかスピードのある人がって言って、今逆にさって いなかったものが出てきたっていうのもあるかもしれない、今だって日本代表確かにサイド楽しみですもんね、そうそうそう、伊藤純也君と、うん、今パサーがいないですよね、パサーがいないんだけど、そうなんだ、あー、そうなんだろうね、パサーっていうね、パサーっていう、なんかなんでだろうね、そのなんか世代であるのかな、ある、だから育てた育成だと思う、うん、それはあの時にドリブラーがいないってドリブル育てて、だから原口とか宇佐美とか、はい、めちゃくちゃドリブラーが育ったのよ、はい、うん、そうですね、だけどやっぱパサーがいなくなっちゃった、そうだね、確かに、やっととか俊介とか、うん、そうだそうだそうだ、まあ、新次香川新次もそうか、うん、ドリブラーじゃん、ある意味で、そうですね、あの年代がドリブラーが多くて、ドリブラー確かに、そっか、そっからでね、だからシンプルのそのパーンってもう一発で裏取るようなサッカー、まあ日本がそれをどれぐらい取れるかなっていうのはちょっとそれが楽しみかな、うんうん、あ、じゃあ日本人の選手の方が楽しみ、逆に、まあ、海外のね、あれはもう普通に見れるじゃないですか、そうですね、テレビでも見れ、ネットでも見れるし、だけど日本がどれだけそのハマるかなっていうか、そのスピードでいけるかなって、そうするとまたスピードっていうものに、あ、みんながちょっと注目する、うん、やっぱスピードだよねってなってね、くれるんじゃないかなっていうので、ちょっとそういうのは楽しみに見てみたいなっていうのは、スピードっていうワードに意識したとかないですか、食べるの早くとか、例えばですけど、あ、食べるのも早いかもしれない、あ、早いですか、食べようと思ったら早いじゃん、早い、だけど喋ってばっかりいるから食べてないやん、そうや、そうや、それはある、うん、いつも思うんだけど減ってないんだけどっつって言ったらずっと喋ってる、喋ってる、酒飲んでずっと喋ってる、僕ね、飲んでるとね、うん、おしっこ近くなるんですよ、はい、しょんべん超早いです、その期間もそう、あ、間だってバーって行って帰ってきたら早くですかみんなにそっちのやっぱ早い、早いんだ、やっぱスピード関連ありますね、スピードあるんですよ、はい、そういうね、で最後なんですけど、カタールワールドカップでちょっと岡野さんが優勝国のちょっとどこなのかというのを聞きたくて、お聞かせ願いますか、まあ、僕はもうブラジルだなと、あ、ブラジル、アルゼンチンは、アルゼンチンはね、
なんかいいのか悪いか負けそうな気がするんだよね。あ、でも岡野さんはその感覚の感じですよね。岡野さんはそういう感覚の機会ですよ。僕ね、違う、ブラジルはなんでかって、はい、僕見に行ったんですよ、代表の戦あの試合ね、はいはい、なんかあれ見た時に、強えなって、本当に強えと思う、強えと思う、僕もブラジル、ね、サッカーやってる人だって分かるんですよ、あれこそ 1-0 ですけど、はい、よく頑張ったねってなってるじゃん。全然なんですよ、もう、すごっ、やっぱ強え、お、こいつらすげえと思いました。だって本気じゃないわけよ、まあ、ある意味、ある程度本気を、僕らの時代の来た時の本気度のなさよりはあるじゃないですか、ちゃんとしててくれたし、はい、けどやっぱり力は入ってないもんね。でやっぱり抜けないわけですよ、三笘も。さすがに。ああ、そう見ますね。だって疲れてる。抜けないですもん。選手に。疲れてて。90分やってきてね。抜かせない。しかももうさっきも言った、絶対ここっていうところは締めてる。ね。ブラジルね。生かしてるけどクロスを上げさせないじゃん。絶対上げさせない。でやっぱりね、あのドリブル、やっぱりボール持った時のうまさ、持ち方。すげえ。ちょっとあれはやっぱすげえな、これでやっぱりフィジカルも強いし、なんだこれっていう、ちょっと見せられ、久々になんかすげえのも見せられたというか、うわー、そうだったんですね、そばで見てて。さあ、ブラジルということで岡野さんおっしゃっていただきましたけど、ね、ご視聴者の皆様も優勝国どこなのか、カタールワールドカップね、もう見方たくさんね、増えたと思います。増えたと思いますので、まあその今第3弾として前編後編としてお送りさせていただきましたが、まあ第1弾はね、大久保嘉人さんに攻撃のところ聞かせていただいて、第2弾は坪井さんに来ていただいてディフェンスのところ、そして第3弾岡野さんにはスピードのところということで、いろいろなお話、ジョホールバルの歓喜のお話、たくさんお話いただきました。岡野さん、たくさんのいろんな話、本当にありがとうございます。ありがとうございました。まだまだネタ持ってんだけどな。ねえ、もうまだまだ喋りたいんだけども。本当に面白い話ありますので、ぜひとも引き続き、メディアコネクトをご視聴ください。ありがとうございました。ありがとうございました。メディアコネクトプレゼント企画ということでございまして、はい、今回もですね、そうですね、プレゼント企画の方、すごいね、これですよ、豪勢な、だって日本代表がゴルキで戦うやつをもらえるんでしょ、そうですよ、はい、日本代表オフィシャルユニフォームもですね、はい、アウェイと、ホームとアウェイと1名ずつということで、こちらのユニフォームが欲しい方はですね、メディアコネクトのツイッターをフォロー&リツイートして応募してください。応募方法ちょっと違いますので、はい、はい、ぜひとも応募してください。はい、そしてこちらの方、岡野雅之さんが持っていただいているこの足型、アクリル足型と色紙足型、2つありますが、はい、その色紙の方は3つ。アクリルは3枚あるってことね。はい、3枚あります。はい、そしてアクリルの方は1つということで、岡野雅之さんのサインが入ったこちらのサインの方はですね、欲しい方はメディアコネクトのツイッターで岡野さん関連ツイートを引用リツイート &DM で、動画内キーワード今から言いますよ、野人の足型とメッセージをつけて応募してください。終わりなさい。